皆さんこんにちは。今回はキュウソはチーズの夢を見るを見てきたので紹介していきます。予告を見た人は結構インパクトあったと思うんで、気になってる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、僕もその口でしたね。同性愛の要素、まあいわゆる BL 要素があるので好き嫌いがあったりするかもしれないですけど、思った以上に変に偏った話ではないというか、ほんと純愛の話だと思います。そこに同性愛者じゃない主人公と主人公をずっと好きだった男というある種壁があって、そこがどう展開していくのかっていうのが面白い部分ですね。というわけで、前半はあらすじ見どころ、後半はネタバレ含みの感想になります。ではあらすじになります。好きになってくれる女性とばかり付き合ってきた、ざっくり言うと受け身の恋愛をしてきた京一。そのまま結婚もしたのですが、ある日大学時代の後輩今ヶ瀬と7年ぶりに出会います。今ヶ瀬が現れた理由は、まあ、今ヶ瀬が探偵をしているんですけども、依頼をされて京一が浮気をしていることを知ってしまいます。まあ、その依頼者が京一の妻で、依頼者にちゃんと伝えなくちゃいけないということを京一に告げるために現れました。京一は今ヶ瀬に秘密にしてほしいと頼み込みます。今ヶ瀬は京一に昔からの気持ちを告げ、秘密にしてほしいのならキスをしてほしいと条件を立てます。京一は仕方なく条件を飲むのですが、そこから少しずつ、まあ今ヶ瀬のペースに乗せられる部分もあるのですが、少しずつ京一は今ヶ瀬に惹かれるようになっていきます。受け身ばかりの京一はここから大切なものを見出せるのか、どうなっていくのかといったお話です。まあ基本的には京一は人間関係が軽いです。浮気もしてるし、基本自分をしっかり持ってない、恋愛に関しても空虚な感じです。そんな京一が今ヶ瀬の告白を受けどう変わっていくのか、そこはやっぱり一番の見どころですね。一見クズ男に見えますけど、京一という人間の抱えている問題は単に浮気癖っていうわけでもない、まあ、本当に人を好きになるということについて考えさせられる、そんな作品だと思います。そして俳優陣の演技も見どころ。主人公京一を演じるのは大倉忠義さん、まあ、関ジャニ∞のメンバーなんですけど、めっちゃ良かったですね。俳優としてのキャリアも結構積んでるので、まあ、当然といえば当然なのかもしれないんですけど、人当たりがいいのにどこか空虚な京一をしっかり演じてて素晴らしかったです。また今ヶ瀬役の成田凌さんもとっても良かったです。今ヶ瀬の心が透けて見えるような演技がとっても魅力的でした。あとはこの映画は R15 なので、正直濡れ場もあるので、まあ恋愛映画としては性的に生々しさがあったりします。まあ異性同士だったり同性同士っていうところもまあ表現されているので、まあそういうのがあっても良いっていう人はいいんですけど、逆にそういうのがあったら嫌だっていう人もいると思うので、そこはちょっと注意だと思いますね。っていうわけで、そこで迷っている人は構えるか情報を少し集めるかして見る体制を立ててからした方がいいかもしれないです。ただこの濡れ場のシーンもまあしっかり演じてるので、そこも見どころですね。ほんと力入った作品だなって思いました。というわけで、ここから後半ネタバレ含みの感想考察になります。まあ、正直 BL 作品というものについて今まであまり触れてこなかったし、この作品について深く知っているわけではなかったんですけど、まあ、面白かったですね。っていうか切ない、すっごい切ない気持ちにさせられました。ストーリー展開でもそうだし、キャラにも感情移入して心がざわざわしましたね。特に今ヶ瀬、男である京一のことを大学時代から好きで、その後7年経ってもなおも好きで居続けるというところ、一見強引に京一に迫っているようだけども、心の中では同性なのに好きになってくれるだろうか、嫌われてしまわないだろうかって思っている感じがするし、京一と一緒に住んでから京一も今ヶ瀬の方に流され始めてるあたり、そのあたりも実は全然余裕ではなくて、いつか京一はいなくなってしまうと不安に思っているような感じ、それを全部京一の前では出さないようにしている。まあ、それはちょっと他の人の影が現れたりした時は嫉妬するようなこともあるんですけど、できるだけ京一をつなぎ止めたいっていう、まあ、極力表に出さないようなけなげさ、
そして同性への恋愛という不利な状況を覆したいためのそういう意味でのけなげさもあって、まあ、こっちも心がギュッと締め付けられる感じでしたね。あとは京一ですね。仕事もできるし、イケメン、結婚もしてるし、相手の気持ちを読むことも得意という一見パーフェクトな人間。でも心の中は実は空っぽっていうか、情熱を持って人を愛したことがないっていうキャラクターも実は魅力的。作品内では結婚していながら他の女に手を出したり、今ヶ瀬と一緒に住んでから昔の彼女に流されそうになったり、一見簡単に言うとクズ男っていうキャラなんですけど、そういう風になっているのは人を真剣に愛したことがないから。熱愛という部分で心が空虚だから、その部分を満たしたいがために来るもの拒まずだったり、相手が何をしてほしいか察してそれを埋めて好意を得ることに長けているっていう、空虚を埋めるための手段としてそういう行動をしてしまう、ある意味では悲しい寂しいキャラクターなのかなとも思いました。そんな京一は今ヶ瀬と7年ぶりに再会。京一はすでに結婚していて同性愛者でもない。その一方で今ヶ瀬は京一のことを7年も前から好きで、もうこっからどうなるんだよっていう感じでしたけど、まあ、ストーリーが見事でしたね。同性愛者じゃない京一が今ヶ瀬に少しずつ寄っていく感じと、それに加えて京一の移ろいやすさ、そしてその京一の行動によって揺れる今ヶ瀬の切なさ、正直映画館内はパッと見8割以上は女性だったけど、これは男の映画ファン勢も見にとけっていうような感じでしたね。 BL 要素があるから敬遠されそうですけども、まさにこの BL 要素があるからこそ深いし切ないし面白い。まあ男女の恋愛でも描けないことはないのかもしれないけど、やっぱり同性同士の恋愛であるからこその切なさっていうか、社会的壁というか、そういうとこにグッとくるところはありましたね。あとは俳優陣、マジで良かったです。俳優陣に関しても正直詳しくはなかったんですけど、主人公京一役はさっきも言った大倉忠義さん、関ジャニ∞の方だったんですよね。まあ詳しくなくて申し訳なかったんですけど、めっちゃ良かった。京一のパーフェクト人間でありつつ、どこか空虚な感じっていうのがすごい出てました。今作よりも前から俳優のお仕事をしてたっていうのももちろんあるとは思うんですけど、すごい僕は良かったと思いました。なんかアイドルが俳優声優やるのはなんかねっていう意見もあったりはすると思うんですけど、まあ力持ってる人は持ってるなって思いますね。あとは今ヶ瀬役の成田凌さん、ほんと良かったっすね。特に目が印象的でした。目が今ヶ瀬の心を投影しているような、そんな感じでしたね。今ヶ瀬の隠しているけど切ない気持ちっていうのがすごい目から伝わってくる演技で、ほんと魅力的でしたね。まあ、他の方も素晴らしかったけど、まあ、この主演の二人はまあ本当に特にすごいなって思いました。あとはまあ正直京一と今ヶ瀬もどっちも魅力あるキャラで、どっちが主人公なのかわからなくなりますよね。まあダブル主人公なのかなともちょっと思うんですけど、まあキウソはチーズの夢を見るっていうタイトルからして、僕はキウソは京一だと思うので、やっぱり京一が主人公だと思いますかね。正直初めは7年間京一を思い続けていた今ヶ瀬が京一のことをチーズに例えてのキウソはチーズの夢を見るっていうタイトルなのかなとすら思ってたんですけど、映画を見ていると京一はネズミなんだなって思いましたね。元カノの夏希も京一のことをネズミって言ってますしね。まあそんな京一はさっきも話しましたが、基本恋愛感情は空っぽで、今までもまあザ女の子っていう人と付き合ってきたっていう感じですよね。今ヶ瀬も7年ぶりに出会った直後あたりで京一のことを、先輩って女の子って感じの人好きですもんねみたいに言ってましたからね。まあおそらくですけど京一は恋愛感情について空っぽ、まあ、大好物がなかったから、いわゆる女の子っていう感じの人をなんとなく好きになればいいのかなぐらいにしか思ってなかったのかもしれないと僕は思いましたね。そんな本当に他人のことを好きになったことがなかった京一が、今ヶ瀬と7年ぶりに再会し、同棲したり、まあいろいろあったりして、最終的に再婚相手との婚約も破棄して、
今ヶ瀬の居場所を作るっていうラスト、まあ、空っぽだった主人公京一がやっと恋愛において大好物を思い浮かべることができた、今ヶ瀬のことを思い浮かべて部屋で座っているっていうラストが、まさにタイトル通りキュウソはチーズの夢を見る言えてねえなキュウソはチーズの、ね、夢を見るっていう形になっていて、うわすげえって、まあ、コナミ感ですけど思いましたね。まあ、そこからエンドロールっていう本当に余韻が残るラスト良かったです。雪貞勲監督さすがですね。雪貞監督については僕はパレードっていう映画が好きなんですけど、あれも終わった後の余韻が良かったですよね。やっぱ余韻作るのが上手い監督さんなのかなって思いました。上から目線みたいですいません。あとはまあいろいろ僕喋ってますが、もし解釈違いだったらすいません。原作漫画があるみたいなので原作のファンの方、解釈が違ってたら本当にすいません。違ってたら補足していただけるとありがたいです。というわけで以上になります。ありがとうございました。まあよかったら評価コメント登録をお願いします。まあ、また見てやろうかななんて思ってもらえたら嬉しいです。ではでは。